それではローンチパッドスタート。24歳まで吉本興業で漫才師をやっていて、ベースはやっぱ芸人の時だなと思っていて、スタートアップというかベンチャー企業って社会で行われている壮大なボケに対するツッコミだと思ってるんですよね。それは多分任しといてくれと。何百件も本当に家作ってきて、自分の家を作ることになったんですけど、家の情報を管理するアプリがないやん。それいるやろ。あとは誰が作るかだけなんで、それはまあ僕が作りたい。家を買う人はもっと幸せになっていいと思ってるんで、それを実現したいなと思います。はい、皆さんこんにちは。創生テクノロジーの野村と申します。マイホームアプリノットで生み出す新しい住宅体験と、まずですね、私がサービスを生み出したきっかけについてお話をしたいなと思うんですけれども、もともと私は2010年に奈良県で住宅工務店を作りまして、2年でエリアナンバーワンになりました。で、2014年に自分の家を作ることになったんですが、それまで何百軒もお客さんの家を作ってきたのに、自分がまあお節さんというかオーナーになってたくさんのペインがあることっていうのに気づきました。で、今日視聴されている方の中でも、ひょっとすると今まで家を建てたことがある、買ったことがあるっていう方ですと、今からの話かなり強く共感いただけるんじゃないかなと思います。住宅会社の中で、オーナーさんにとってのペインって大きくこの3つがありまして、1つ目が膨大な量の重要書類が全て紙で渡されると。契約書、取説、保証書、図面、議事録、もう膨大な段ボール1箱ぐらいの量ですね、全部紙で渡されてデータじゃないので検索ができないっていう課題がありました。で、2つ目がですね、言った言わないのトラブルですね。電話、LINE、メール、対面、いろんなやり取りをですね、いろんな方法でやるんですけれども、とにかく、やり取りがうまくいかないと。で、図面がこんなふうにですね、もう膨大に溜まってくるんですけれども、これまた履歴の検索のしようがないということが起きています。で、3つ目が工務店内での情報連携が弱いというところがあります。で、これはもう営業さんに言ったのに設計さんに伝わってないとかですね、なんでそれ忘れてんのみたいなことがもういっぱい起きてきます。要は何千万もする買い物をしてるのに、オーナーさんはそのサービスの価値を受け入れてないんですよね。で、そもそもなんですけれども、家を作るならこのアプリっていうのが世の中になかったんです。そういったところの背景がありました。で、じゃあビルダーさんの方は怠慢なのかっていうと、実はそうでもなくてですね、3つのペインが浮かびました。1つは2、30代の顧客のスマホニーズについていけないと。もうご想像の通り、工務店っていうのはもうおっちゃんがやってますからね。で、2つ目、IT に対する苦手意識とか DX の遅れっていうのがあったり、3つ目は人材や資金リソースの不足、有望な人材がなかなか来ない業界ですんで、このようなところがありました。で、ビルダー業界の、業務フローについてちょっとご説明しますと、家を探そうかなと思ったオーナーさんは、スーモとかホームズ、インスタ、フェイスブック等を使ってですね、情報収集します。で、さすがにビルダーもですね、情報の発信はですね、もうネットでやってます。なんで、家を探すというフェーズはデジタルシフトが行われてるんですけども、実際、来店ですね、初回来店してから引き渡すまでっていうのが、もうアナログとデジタルがもうごちゃごちゃになっています。オーナーさんであれば、来店してから対面、メール、電話、LINE、さまざまなやり取りをさせられたりとか、そもそも家の情報を管理するサービスがないと。で、ビルダーさんにおいては、顧客管理というのは Excel でやったりとか、ひどい会社の場合まだ紙でやってます。で、施工管理のアプリだったりとか、顧客管理のアプリだったりとかいう形でやってまして、引き渡し以降になると、はがきで DM を送るとか、定期訪問するとか、またゴリゴリにアナログに戻ります。で、そこで私どものマイホームアプリノットっていうのは、ここの領域を一気通貫でビルダーさんとオーナーさんの接点をデジタル化できるサービスという形でやっております。プロダクトについての説明なんですが、家のすべての情報をたった1つのアプリでという非常にシンプルなサービスになっております。で、実際のサービスなんですが、まずこんなタイムラインで日々の工事の進捗を共有してワクワクしてもらったり、重要な、タスクだったりですね、トゥードゥーリストなんかを共有することで忘れないようにしたり、重要な契約書類ですね、なんかを、こちらで保存閲覧することができると。で、最後に設備の取説みたいなものもですね、スマートフォンで管理することができて、家の情報をここで一元管理できますと。で、チャットについてはですね、もう日々膨大な量のチャットのやり取りを行います。で、そのチャットの中で、イメージの共有、画像、PDF の双方向による共有だったりというのも当然できるようになっています。で、こちら今度はビルダーさんの方の業務としてはですね、住宅業界のための接客クラウド、簡単に言うとオーナーさんと接点を持ち続ける唯一のサービスになっています。
でビルダーさんはですね、ダッシュボードのページに入っていただきますと、お客様ごとにいろんなアラートが出てますので、アラートに基づいてですね、こんなアクションを取らなきゃみたいな形で進めていただきます。で、顧客画面の方に入るとチャットのところがありまして、そこからチャットに入っていただくと、スマホ同様 PC からもチャットをしていただくっていうことができたりします。またお客様のお名前をクリックすると、そのまま接客記録を残すみたいなことができたりもしております。はい、で追客リストっていうところは、お客さんが来られてからですね、こんな形でお客様のデータをドラッグ&ドロップで各フェーズごとに管理をし、営業管理を簡単にできるっていうような機能があったりします。はい、価格設定はですね、まあ、メインターゲットである全国10万社の中小の工務店がターゲットになりますので、イニシャルコスト0円、基本プラン月額1万8000円からでご利用いただけまして、まあ、DX をさらに強く推進したいという企業さんなんかですと、上位プランなんかも好評です。で現在全国で約800社以上導入いただいておりまして、毎月そうですね、20、30社ずつぐらい増えているようなイメージになります。まあ、累計導入者数もどんどん増えている、そんなイメージですね。はい、ビジネスモデルとしては、まず SaaS として、ビルダーさんがノットを使ってどんどん、家づくりをやってくれます。それでマイホームアプリノットのユーザーが増えます。一方で関連サービスのマッチングビジネスでもマイホームアプリノットのユーザーが増え、その層はである住宅 ID がどんどん増えていき、それに伴って関連サービスのマッチングプラットフォームになっていく、まあ、そのような全体構造のサービスになっておりまして、収益構造は SaaS の収益、それからマッチングビジネスの収益、そんな2つの収益構造になっております。まあ、日本全国のですね、家を作る方が家のすべての情報をたった一つのアプリで管理できると、そんな未来を作りたい、マイホームアプリノットでございます。ご清聴ありがとうございました。